金はじめは、朝鮮民主主義人民共和国の政治家。国家副主席、政務院総理、朝鮮労働党中央委員会、政治局常務委員会委員などの要職を歴任した。別名は、僕、徳山。環境北道で誕生。1932年から、朝鮮共産党の地下活動や大衆団体の先導を積極的に展開。 中国共産主義青年団に延期権遺書記。1935年10月に満州の抗日パルチザンに参加。東北抗日連軍第6子、第8弾政治委員。ソ連領に入った後は、第88独立狙撃旅団第1大大統領記。1945年9月、赤星勲章を受賞。1945年8月に、 朝鮮が解放されると、9月に、第88旅団隊員と共に、ソ連軍船のプガチョフ号に乗船して9月19日に、元山港に入港。その後、朝鮮共産党の党中央執行委員に就任。翌1946年4月に、北朝鮮労働党中央委員会常務委員建政事委員となり、9月には、 第一師団文化副師団長を兼ね、朝鮮人民軍の強化発展に寄与した。同年、保安幹部訓練代替副司令官兼文化、副司令官。1948年の朝鮮民主主義人民、共和国建国に際し、第一期最高人民会議大議員に選出され、以後、死去するまで大議員を務める。同年8月、 民族保衛省文化訓練局長兼副総。なお、その実績者は、金美文化訓練副局長で漢字を用いなければ、全く同盟だったため、金一は、大きな金いる、金美は、小さな金いると呼び分けられていた。1949年、朝鮮人民軍政治保衛局長。中国共産党への秘密特使として派遣され、毛沢東らに、 南進計画を説明して、支援を要請した。1950年6月、朝鮮戦争の勃発後、朝鮮人民軍前線司令部軍事委員。1950年12月21日の党、中央委員会全体会議において、飛行機がなければ戦えないと投降主義に陥ったとして、武帝、林春秋、最高、金寒中と共に批判を受け、 解任される。後に復帰して、内務省政治局長、平安南道の党委員会委員長を歴任。1953年6月には、朝鮮労働党中央委員会初期に就任。同年8月、第2期党中央委員会第6回総会において、新設の党中央委員会副委員長に選出された。 1954年3月、内閣副首相に任命され、翌月には農業省を兼任。朝鮮戦争後の復興と社会主義の基礎建設に関する政策を進めて、党の路線を整備した。1956年4月の第3回党大会において、党常務委員会委員に選出され、党内序列第4位となる。 1962年10月23日、第一副首相に昇格。1965年7月13日、経済施設団を率いて、北、ベトナムを訪問。歓撃会の席で、韓国軍のベトナム戦争参加に対抗して、北朝鮮側も派兵する意思を表明し、北朝鮮による、ベトナム戦争参戦への布石とした。 1966年10月の第2回党、代表社会において、党政人会常務委員、中央委員会初期となる。1972年12月27日、第5期最高人民会議第1回会議で、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法が制定され、内閣が政務委員に改組された。12月28日、金一は、 初代の政務院総理に任命された。1976年4月29日、国家副主席に転任。金一は首相や国家副主席として北朝鮮の大外活動を主導し、1979年には祖国平和統一委員会委員長も兼ねて、韓国との交渉に当たった。1980年10月の第6回党大会で、 党政治局常務委員に再選。1984年3月9日、国家副主席在職のまま死去。油性鉄は、なかなかの人物で、人間の温かみと幅を感じさせる人柄で、ものの理解力も早くて正確だった。ただ、押村区は、権力欲が少なく、権力闘争を経て、権力を自分のものにしていくような策望をしなかった。 人物だったと評している。またソ連派の金法律が、金日清大成果で生き残ることができたのは、金一のおかげだという。今日誠は、北朝鮮王朝成立必死で、原則的だが性格は温厚で、金作、京剣らと共に、高日パルチザン出身者中で、最も信望の高い人物の一人だった、一言で、評するならば、彼は、 性格が温厚で人間性に富んでおり、実務能力のある人である。ソ連、エナン、国内及び、パルチザン出身幹部から一様に尊敬と信任を受けてきた人であると書いている。主衛服は、朝鮮戦争の真実で、背の高い教養のある人であった。また、現実主義者でもある。数多くの召喚のうちで、現代戦における飛行機の役割を切実に。 認めたのは彼一人くらいであろうと書いている。新日派のレッテルを貼られ、父の財産を没収された、利活を保護し、財産を取り戻してあげたという。政務院鉄道部長、朝鮮労働党中央委員会、検閲委員会委員長などを歴任した、僕洋尺は息子。北朝鮮では、金一が、金正日を、 金一世の後継者として強く推薦したとされている。1974年2月の第5期党中央委員会第8回総会で、金一世が、金正日の党政治局員選出について、金正日の若さを理由に、政治局員就任を躊躇していたが、金一が率先して、金正日の党政治局員選出と、後継者擁立を主張した。 他の幹部もこれに追随し、この結果、金正日が後継者として扱われるようになったと、いうのである。AB 林1982、P111、朱1992、P316、和田1992、P134、和田1992、P201、和田1992 19、P331、金1997、 P96、赤木2003、P10、赤木2003、P24、慶人文化社、2006年、98ページ。ISBN89 億4990万4179。AB 金1997、P151、赤木2003、P33、和田2002、P261、金1997、 P174 下求め2006 P147 下求め2006 P209 北朝鮮派平の用意日本経済新聞昭和40年7月14日勇敢二面金2012 P371 625 3韓国日報 http://www.hankokilbo.com スラッシュニューススラッシュリードスラッシュ199011030029955562019年1月4日閲覧。林 1982p113 林 1982p193 主百9 9 2 p 3 1 7宮本悟る。 朝鮮人民空軍創設者の死去。日本国際問題研究所。2019年4月29日閲覧。北、デイリー NK2007 年3月18。重村利光。北朝鮮データブック。43から44ページ。ありがとうございます。